どうしたの？ずいぶん歩いてきたし、少し休むかい？なぜかな。この世界に来たのはそんなに前じゃないのに、遠い昔のことのように感じる。リクはあれから多くの世界を回り、多くの感情に触れ合ったんだ。普通は何年もかかる経験をしてきたからね。最初にこの世界に来た時、不安で仕方なかった。でも今は不安も恐怖も感じない。むしろ気持ちが高ぶってるように感じるんだ。これはまだ俺の中に闇があってざわついているんじゃないかと思ったんだけど、それでもない気がする。ミッキーからアクアの話を聞いて気持ちがせいてしまったけど、それとも違うんだ。闇に負ける気がしない。前と違ってミッキーと一緒だからかな。ううん、それはきっとリクが大切な人を守る強さを手に入れたってことじゃないかな。え？自分の感情より誰かを助けたい気持ちの方が前に来てる。不安や孤独を感じる隙がないほどにね。そうなんだ。大切な人を守る強さか。まだ小さかった頃の約束を思い出すよ。約束？ある人と交わした約束。秘密なんだ。大切な思い出なんだね。ああ。ミッキーもアクアとの思い出、この世界で何か手がかりは覚えてない？それが前に来た時とは様子が変わってるみたいなんだ。確かに俺が知ってる景色とも違うみたいだ。アクアとのつながりをたどれば再会できると思ってたんだけど、たどればたどるほどどんどん薄れていくんだ。つながり。ともかく行けるところまで行ってみよう。ああ。途絶えた。え？アクアは確かにここにいたはず。でもここでつながりが消えている。ここには来たことがあるんだ、俺と空で。そうなの？俺と空はここから光の世界に戻った。もしかしたらアクアも戻ったんじゃないか。逆にここからさらに闇の深淵に向かってアクアのつながりが消えている。僕たちにはこれ以上の闇に潜る術がない。そんな。しまった。何？リク、油断しないで。闇の世界のハートレスはたとえシャドウでも強敵だ。わかった。誰だ？助けないといけない人がいる。誰なんだ？
丈夫かい？ハートレスの群れは？半分くらいは倒したけど、リコを吐き出した後、またどこかに消えてしまったよ。そうか。ありがとう。不意をつかれたとはいえ、油断しすぎた。ミッキーは大丈夫だった？うん。新たな衣のおかげでね。でも、リクの方こそ。あ。うん、闇の世界に来てから強敵ばかりだったし、僕たちは今までキーブレードの強化を全くしてこなかった。一旦イエンシッド様のところに戻って立て直してこよう。アクアはさっきのような敵と一人で戦っているのかもしれない。リク、俺が最初にこの世界に来た時のように不安や孤独と戦い続けてると思うんだ。アクア、もう少しだけ待ってくれるかな。アクアは空に似てるよ。いやいや、心の強さがね。はあ、そうか。ま、空に似てるなら少しは安心かな。あいつならどんな深い闇に飲まれても負けない。またすぐに戻ってこよう。ああ。ん？このキーブレードはもう使えない。だからここに残していくよ。もう一人の俺のために。